皆さんこんにちは、電撃ネットワークです。3月23日土曜日、南部トラタおよびエスパー伊藤のお別れ会についての他方面から質問いただいたことの動画になります。まず3月23日受付開始が1時で、会場が2時半開始が3時になっております。で、発起人の受付は終了しておりますので、電撃ネットワーク公式 X の方から飛べます、クラウドファンディングの方から席を購入していただけたらと思っております。で、クラウドファンディング席いらないよっていう形はスタンディングになりますので、そちらの方よろしくお願いいたします。で、会費制ではなく今回は公電制となっておりますので、そちらの光電の方の準備をよろしくお願いいたします。光電、はい、光電です。入場料は、会費制にするとショーっていうイベントという形になっちゃうので、光電制というふうに歌っております。いくらかは、まあ、通常の通夜葬儀みたいな感じの光電って感じかな。はい、それで、まあ、気持ちでね、はい、気持ちなんだけど、大人としての大人と金額で、はい、上司、まあ、こちらから金額言えない言いにくいですね。いや、もう5000以上は当たり前じゃないですか。はい、お願いします。はい、皆さんお願いします。なんなら一番だろう。はい、それでですね、席がない方、うるさい、はい、あなただよ、1万以上だろうって。おでかい。はい、それでですね、失礼や、普通に考えて、はい、で、スタンディングおよび席購入された方ともども、喧嘩ございます。その際にですね、線香の販売をいたします。で、線香を購入された方々は、メッセージを書いて奥様に届けることもできますので、合わせて線香の購入の方もよろしくお願いいたします。全員以上、線香はまだ、はい、ね、いやでも5000以上はね、やってくんだろう。で、電撃ネットワーク全員登壇すると思うんですけれども、その時に新ユニフォームを発表できたらなと思っております。で、会場でですね、受付の近くで物販も行いますので、そちらも新 T シャツ、タイミングよ、はい、それ物販も行いますので、そちらの方も購入よろしくお願いいたします。なので、電撃ネットワークの公式の方、随時変更点とかもあったら公式の X から発表していきたいと思いますので、気になる方は公式 X を見ていただけたらと思います。そこちらにもクラウドファンディング載せておりますので、そちらの方よろしくお願いします。で、クラファンできしなくてもたくさんのご来場お待ちしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。キャンプファイヤーね、キャンプファイヤー、はい、まあ公式の X を見ていただければ全部載ってますんで、一番包んでか、ね、くれた方には、あの、僕のハグがありますよ、ね、いらねえ、いるだろう、最後に、はい、キリスト時間突破いるだろう、もう一回言いましょうか、はい、最低3月もう一回言いますよ、はい、もう一回、3月23日土曜日、品川グランドホール、受付が1時、会場が2時半、開始が3時となっております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。いやいやいや、もう1万でハグです、はい、以上、電撃ネットワークでした。イエイイエイ。